日本ミドル級の10回戦は KO 必至の一戦です。赤いトランクスが玉置健二、日本ミドル級の4位、対する青いトランクスがジュニアミドル級の3位、高波貴則です。共に第1ラウンドから行きますと話していましたハードパンチャー同士です。玉置健二が KO 率 83%、 今打ちました高波貴則は KO 率が 90% です。沼田さん、はい、こういう試合を見てて面白いですね、お客さんとしては。まあそうですね、先にですね、まあ、両方とのハードパンチャーということで先に当たった方がその勝ちだなんていうね、そういう予想をしますけど、はい、まあ両方ですね、はい、基本的にはその、基本ですね、はい、その打ち方その基本がしっかりした方がですね、倒すチャンスが十分あると思いますよね。そうですか、はい、まあ、共に日本ランカーですが、まあ、両陣営、会長の話によりますとまだまだ両者ともに成長途上にあるということですね。まあそうですね、まあ、反省されてはいないようですね。ボクシングが荒いですからね、はい、まだまだそのこれからね、の3位の高波です。玉置も相手が効いてますから、はい、ここで冷静にその打ち方ですね、はい、判断してですね決めてもらいたいですよね。ここは逆に冷静に打っていくのが大切です。左伸ばしました玉置です。 KO と書かれたこの頭、そのノックアウト勝ちを収めることができるか玉置健二。第1ラウンド高波からダウンを奪っています。まあ、高波に聞いてますけども、はい、まあ、ここをね、やはりその何とか持ちこたえてですね、はい、まあ、一つの自分のペースにですね、それもやはりそのガードをしっかりして打った後そのガードをしっかりしなきゃいけないですね、はい、高波もボクシングファイターということでこの打ち合いだったらもう喜んで応じますよという話をしていました。第1ラウンド残り30秒を切りました。この第1ラウンド玉置がダウンを奪っています。ゴリアス決めました。打ち方ですね、左手右は引く、おちょっと攻めている、ダウン、ああ、ここで止めました。もう完全に消えちゃってますよね。止めました。レフェリーの内田さんがこの高波を止めました。見事に倒し返事ノックアウト勝ちを収めました。第1ラウンドスピード勝利でした。これですね、これは2度目のダウンシーン、パンチ力の違いさですね。これは1度目ですね、最初のダウンですね。左のアッパーから、これが1度目。高波がちょっと悔しそうに首をかしげていましたが正式な時間が入ってきました。1ラウンド2分52秒、この玉置健二のテクニカルノックアウト勝ちです。ミドル級の6回戦が始まりました。画面の右側白いトランクスが米倉ジムの斉藤仁、そして画面やや奥になりました黒いトランクスが輪島光一スポーツジムの辰巳拓雄です。ミドル級ということもありまして沼田さん、やっぱり2人大柄で迫力のありそうなそんな試合を期待できそうですね。まあそうですね、はい、青コーナーの勝ち目ですけども、はい、いかにもそのパンチのね、ありそうな体つきしてますよね。そうですね、胸の筋肉といい上体の筋肉かなりこうしっかり鍛え上げてきたような印象、鍛えると思いますね、はい、画面の右側白いトランクス一方の米倉ジムの斉藤仁、今日は純白のトランクス、身長が185センチあります。ちょっと独特の左の右の使い方をしています。斉藤が185センチで勝目が181センチ、ミルフィーミルス勝目飛び込んでいきました。今の沼田さんどうですか、ね、フリーヒットしてるんですけども、はい、ちょっと踏み込みがね浅かったですよね、浅かったですか、はい、
こちらが勝目拓をここまで7戦しまして5勝1敗、その5勝のうち4つの KO 勝ちがあります。得意パンチは右ストレート、その右を今持っていきましたが、軽く細かいパンチを返していきます斉藤です。まあ、斉藤もね、右のリードブローですね、はい、前に手出していわゆるその相手にその懐に入ってこられないそのボクシングですよね、はい、これからその相手が入ってくるとか左手と思ったらね、はい、右フックですね、はい、このパターンの攻撃でいいと思いますよね。フロイトランクスの勝目はサウスポーが相手というのは非常に初めてだそうなんですが、まあ、どのくらいねサウスポー対策に対してね、どのくらいその練習して、はい、この試合にその捉えたかということでしょうね。そうですね、まあうん、こういうところでちょっとね、まあ、慣れてないっていうのは感じますよね。見てますと本人もねかなり練習はしたそうなんですが、ちょっとまだ様子がつかめないということを話していました。それでまた、まあ、そういう場合ですね、やはり相手のはその右フックですね、右フックとやはりその左ストレートですね、はい、これを十分注意しながらやはりその攻撃につなげていかないと苦しいと思いますよね、右を打っていきました、パンチ力はね、勝目の方があると思いますけども。そうですね、勝目が4つの KO 勝ち、一方の斉藤は8戦して2勝4敗に分け、ちょっとこの数字を見ますとね、ずいぶん開きがありますが、まあ、手打ちが目立ちますからね、体ごとその打ってないですから、はい、どうしてもその KO 率は少ないですよね。はい、白いトランクスの斉藤は右利きのサウスポーです。もともとは右利きです。ですので得意パンチの右フックだそうです。白いトランクスの斉藤仁志、まあ、独特のこの右の手の使い方をしますね、まあ、そうですね、はい、まあ、あれでいいと思いますよ。作戦としてはですね、はい、なかなかその相手がその打ってこれなくなりますからね、はい、右のそのリーダーをよく使わなきゃいけないですよね。第1ラウンドが終了しました。第1ラウンド放送席沼田さんの採点は10対10イーブンです。8年の東日本新人王決勝まで行きましたが判定で敗れました。自分としてもやられたというそういう実感を持っているそうです。技術的な面で全然違ったというふうに話しておりますが、まあ、いよいよこれからまた再び今度はランキング入り、そして日本チャンピオンを目指しての会談が始まっています。斉藤です。今日の対戦相手は青コーナー黒いトランクスの輪島スポーツジムの勝目拓夫です。数字の上では勝目が大きくここまでの戦績の上ではリードしています。ただその黒いトランクスの勝目もサウスポーは初めてということで、沼田さん第1ラウンドの動きを見ましてどうですか。まず勝目ですけどね、はい、やはりそのやりづらさ、そうだね、打ち方してますからね、がですね、接近戦その持っていくとそのサウスポーも右も大した変わりはないですからね、そこでどう攻めていくかということでしょうね。まずそうしますと、勝目の方としては接近戦に持ち込むことできるわけですね、はい、まあ、最初の場合どうしてもその手打ちで、倒すだけ そのパンチ力がないと思いますからね、はい、まあ、かなりその斉藤が勝目がそのパンチ力あるということで、はい、斉藤もかなりそのパンチ力だけはその警戒していると思います。白いトランクスが斉藤仁志185センチあります。その長いリーチを生かしてなかなか勝目に入ってこさせないようにはしています。勝目が詰めていきます。赤コーナーです。ボディーを打ち込んでいきます。勝目返していきました。斉藤、斉藤の右フックがいいですよね、ダブル打ったパンチ、はい、まあ、接近してもそのこの右フックからもっとその打って回らなきゃいけないですね、左右のパンチ、フックは空振りになりました。勝目、そしてボディーを打っていきます。斉藤のボディのお返しです。さあ接近戦になりました。こうなったら勝目もなんとかパンチを繰り出していきたいところですね。まあね、ボディね、特にいい打ち方してますから、はい、まあ、徹底としたそのボディですね、サイドアッパー、はい、これがいいと思いますね。さあ右顔面を捉えました勝目です。ですから勝目としてはこの辺りでボディを中心にして攻撃して一発でも多くパンチを当てておきたいところですね。そういうことです、はい、まあ、それかその相手がガードを触ったり右ストレートを打ったりですね、はい、上に打ち返すのボクシングですね、はい、ボディからそして右を持ってきてさらにボディです。返していきました。斉藤右アッパー、まあ、斉藤もねここで打ちまくっちゃいけないですよね、はい、斉藤がちょっと手数が出ないですね、出ないですけども、左アッパーね、やっぱりその相手の顔面に打ってるんですけども、はい、まあ、その分その遅いその勝目が前に出ますからね、勝目としてはこの戦法でいいわけですね。いいと思います。さあ試合の中で勝目が徐々に作っていこうとしています。ボディから細かいパンチを出していきます。今度はボディ、斉藤が打っていきました。白いトランクスの斉藤、黒いトランクスが勝目です。第2ラウンドは残り時間が30秒を切りました。
接近戦になってその勝命かっていうのはね、そこでしょうね、そんな雰囲気ですね。そうですね、まあ、斉藤もですね、はい、相手のそのペースにはまっちゃってますから、できればもう少しその距離ですね、距離を取って戦いたいなと思いますけども、むしろその距離を詰めてくる勝命、こちらの方は今のところ一枚上手というような感じでしょうかね、うん、まあ、そうですね、この距離ですとどうしても不利ですね。ここで第2ラウンドが終了しました。第2ラウンド、沼田さんの採点では10対9、このラウンドは勝命が取りました。こちらです。第2ラウンドは間合いを詰めてボディを中心とした攻撃を見せました輪島スポーツジムの勝命拓夫、181センチ、26歳。よく相手の懐に第2ラウンドは飛び込んでいきましたね。まあ、そうですね、それと左右アッパーですか、はい、ボディに打ってますよね。斉藤もどちらかというとその手は出してるんですけども、まあ、これといったその決め手がない、はい、その分ですね、まあ、あの勝命の方にそのポイントを挙げたんですけどね、はい、第2ラウンドで試合の流れ徐々にこの勝命が今掴みつつあるというような展開ですかね。まあ、そうですね、勝命の場合どうしてもそのサウスポー対策ということ、はい、まだその完全にマスターしてないということで、まあ、できればその接近戦ですね、懐に入って入るその攻めるボクシングですね、そういうふうな作戦に切り替えていると思いますよね。はい、それをどう防ぐか、白いトランクスの斉藤です。白いトランクスの斉藤は相手はマットから攻撃してくるタイプなんで、今回は自分から先手先手に仕掛けていきたいと言っていたんですが、ちょっと様子が試合が始まったら違ったみたいですね。まあ、そうですね、そうやはりその手数の点でもやはりその押されてますよね。そうですね、さあ見ろって斉藤、いいですね、この服がですからいいところで当てていきたいですね。そうですよね、角度的にも非常にそのいい角度を打ってますから、はい、それからそのピタスレート、もしくはそのアッパーですね、はい、この打ったんですけど、そういうようなパンチを有効に使って、できればもう、横言えばその距離をね、はい、取って戦いたいなと思いますけども、その辺を自分でどう組み立てていくか、白いトランクスの斉藤、そしてここも接近戦に持ち込もうというところ、勝命です。黒いトランクスの輪島スポーツジムの勝命拓夫、7戦して5勝4 KO 1敗です。パンチには自信があると言っていました。右のファイタータイプ、細かいパンチでお互いにアッパーの打ち合いになりました。踏み込んで右のフック、勝命です。右のストレート当てていきました勝命。まあ、勝命もこの競技でしたら、まあ、あのパンチ当たっていてもそれほどその強烈なそのパンチを打てないと思うんですよ。はい、一応そのサースポー対策してその距離感ね、距離感、足の踏み込みがそのどのくらい踏み込んだらいいかってことまだ把握してないわけですよね。はい、ちょっとその辺は手探りでね、手探りで先のしながらっていう感じですかね。全くその通りですよね。この辺も踏み込んではいきますが、ちょっとクリーンヒットにはなっておりません。じわじわと前に出ます斉藤仁志、右利きのサウスポーです。まあ、右利きのサウスポーといいますと米倉ジムには先輩もいますし、松本やそれから松島、この辺りが右利きのサウスポーです。まあ、多いですね、米倉ジムはですね、サウスポーが多いですよね。やっぱりその先輩のね、その中からそのいいところね、自信取って、これやはりその生かしていかなきゃいけないですよね。いい右の顔面を捉えました斉藤です。左利きの顔面を捉えました斉藤、勝目の左は空振りです。勝目の左、最初もここでやはりその小さいパンチですね、大きなパンチは打たない、はい、いわゆるそのショートのパンチ欲しいですよね。もう少しその顔面は顔面でいいですから、小さいパンチ欲しいですよね。第3ラウンド残り10秒を切りました。勝手のパンチが顔面を捉えたところで、ここで第3ラウンドのゴングが鳴りました。第3ラウンドは10対10、根本さんの採点はイーブンです。青コーナーの勝目拓夫、22歳までは極真系の空手をやっておりました。自分の力を試したくて試合の数が多いボクシングへと移ってまいりました。パンチが満員を詰めましてね、かなりいい細かいパンチを出しましたね。まあ、数の点もその勝目の方が当たってますよね。はい、ミドル級の6回戦、これから第4ラウンドに入ります。空を切るような形になりました。黒いトランクスの勝目拓夫、白いトランクス米倉軍の最高位、ちょっと持てるような感じになりました。ニュートラルコーナーです。まあ、
もう少しね、勝ち目前に出た方がいいと思いますよね。なぜならば斉藤のどうしてもそのパンチ力がね、はい、ないということで、まあ、おそらくその倒される心配はないんじゃないですかね。ああ、そうですか、はい、その分どうしてもその勝ち目の最初の、打ち合っても勝ち目を使ってます。ですからもう自信を持って勝ち目は前に出てもいいということですか。まあ、そうですね、どんどん休まずその攻撃した方がいいですよね。はい、若いパンチの応酬になりました。今度は顔面を捉えています。2つ目です。右の手が顔面を捉えた。ちょっと右の手が一斉さあ、これも手が手は勝ち目が勝っている。一斉顔面を捉えた勝ち目。斉藤がちょっと苦しくなりました。ちょっと泳ぎのつめような感じになりました。まあ、斉藤もね、よく反撃はしたいんですけど、泳ぎキャッチもそのパンチのある選手とない選手のね、差がやはり出てますよね。さあ、チャンスを迎えています。勝ち目スタンディングダウンを取りました。第4ラウンドでスタンディングダウンを取られました斉藤。目の上腫れ、ちょっと鼻血が出ました。さあ、まとめてパンチを食らってスタンディングダウンを取られました。ちょっと目の当たりが後ろになっています。チャンスを迎えた勝目。ここまで5勝のうち4つの KO 勝ち。ここで仕留めることができるか。ダウンができる。ダウンが取られました。ノックアウト勝目達夫。第4ラウンドの終了間際、タオルが投げ入れられまして勝利を収めました。ナックアウト勝ちを収めています。あ、これが最後の攻防の最初の、これはダウンの場面です。もう聞いてますよね。まあ、いいところでそのレフリーが入って、はい、スタンディングダウン取りましたですけどね。はい、そしてこれが最後詰めていったところです。でもここでタオルが投げ入れました。4ラウンド2分ちょうど、テクニカルノックアウト勝ちを収めました勝目達夫です。山田さん、はい、今日の勝目は本当にいい展開だったと思いました。いかがですか。まあ、そうですね、懐に入ってですね、先手攻撃ですね、はい、まあ、幸いその相手がそのパチがないということで、まあ、かなりその初めてその立つことをやったんですけども、なかなかいいね、攻撃だったんですよね。これからも期待したいですね。まあ、そうですよね、いいもの入る持ってますから、そのパ